はい。まあ、私もとっつかまったら引っかかったことがあるので、あんまり言えないんですが、皆さんは、こう、ファミレスとかカフェとか行って、神がとか言ってる人たちに出会ったことありますかね。私はあります。神が仏がとか。で、巻き込まれたこともあります。はい。で、今日遅めのランチだったんですが、いや、そういうさ、神がとかってさ、こう、勧誘すんのはいいぜ。いいけどよ、お前声だけよって思うね。神の思いがとか、神の意志がとかって思うよ。お前ファミレスのブースの中でくっちゃべってんじゃねえよ。くっついたてねえんだぞ、この野郎みたいな話。はい。で、そういった、こう、勧誘してる連中はもう、なかなか減ってかないなって話は、まあ、脇に置くにして、言いたいのはさ、そういう声とか、そういう組織とかの勧誘とか、なかなか、泡沫になったとしても、なかなか消えてかないなっていうふうに思うんですよね。で、実際問題として、消えていかなかった、なかなか消えなかった組織の話。はい。ご承知おきの通り、広島の、まあ、広島港の脇にある島、橋で繋がってるんですけどね。で、サミットが開かれたらしい。で、サミットをネタにしようと思ったけど、ちょっとあまりにも岸田のこう、動きがこう、くだらなかったので、それは脇に置いといて、ね、ぶっちゃけゼレンスキーにかさわられた議長国としての影薄すみたいな感じだけど、それぐらいしかなくてさ、で、まあ、それを置いとしてさ。でね、まあ、要するに、何があったかっていうと、デモがありましたと。広島の、なんだ、商店街で。はい。本通り商店街。広島の本通り商店街ってどのあたりだったかなと思うんだけど、かなり駅に近かった印象なんですよ。で、さっき言いましたよね。あ、で、広島港って、市電、バスで移動するとね、30分ぐらい。市電、路面でしたね。で、移動すると、20分ぐらい、系統によるけど、かかるの。はい。もちろん、そんな速くないわけさ。法定、標定速度考えたらそんな高くないんだけど、速くないんだけど、それにしたって、10キロぐらいあるんじゃねえかな。うん。10キロ弱は、駅からあると思うんだ。で、おそらくこの商店街って、記憶が正しければ、原爆ドームと、駅の間ぐらいにある商店街なんですよ。はい。駅めっちゃ近いのね。駅から歩ける距離の商店街だと思うの。お前サミットのそばでやれよっていうね、根性なしめっていうところよ。で、サミットの会場さ、島だって言ったじゃん。島ってさ、守りやすいんですよね。いや、海から守りづらいって言うかもしれないけど、でも、海から上がろうと思ったら、それを揚陸船しなきゃいけないわけだから、えらい大変なわけですよ。しかも、海には当然さ、護衛艦だらけ、うじょうじいるんだよ。で、陸から行こうとすると、橋があるから、そこさえ封鎖しとけば、なかなか通れないと。そしたらもう、こう、なんだ、交通規制のギリギリのところでやりゃいいじゃんって、私なんか思うんだけど、で、機動隊とぶつかったぞひゃっはーつってるツイートが上がってさ、誰が上げたかっていうと、中核派さんです。来てるんだねー。ご苦労なこったねーって思うじゃん。はい。で、こう、機動隊の方のばっか撮られている動画がいっぱいあるんで、まあ、明らかに、こう、中核派の人たちが、と、称してる人たちが撮ってるんだろうなって思うのと、でね、中核派のとぶつかってる後ろからマスコミがさ、撮ってんだよね。中核派側からおかしくね。ちなみにどこだっけ、そのツイートを上げてるのは、トースポだって。はい。ね。アホでねって思うよね。で、明らかに、なんだこう、フロントラインのところは、どんちゃんやってんだけど、後ろの方で、機動隊さんは、もうぶつかってるなーって顔してるのね。だからこう、デモって言うけど、おそらく、10人15人の話なんでしょうね。デモにもなってねえよって話なんだけどさ。でもなかなか、こう、聞けないね、中華感も。まあ、騒げる連中、騒ごうとしてる連中だし、からなのかなと思うけど、
でもできる体力が残ってる連中は一応まで生きてたんだ。もうご老体ばっかかなと思ってたら、あ、ごめん、デモはできる体力はあるけど機動隊とぶつかる体力があるやつが思ってたと思わなかったね。うん、まあ、あの、同意したんだと思うよ。はい、かっこ日本国籍とは限らない、かっこ閉じる。はい、です、これです、これです、これです。はい、あの、 C のつく国とかさ、 K のつく国とかさ、 N のつく国とかさ、その辺がいっぱい来てると思うよ。はい、でもそうするといっぱいいろんなところの国が来てるから、 C だとカナダとかも C がつくしな。まあいいや、あの、 C で始まって A で終わる国ですよ。あ、それもカナダ一緒だった。はい、あの、赤い旗の国です。はい。ね、まあでもさ、これ一応ゼレンスキー来てるからさ、まあでもゼレンスキーもさ、伝承物だなって、あの、やっちゃう風緑だなって思うね。あの、つい先日中国とこうどうちゃらこうちゃら言って支援かどうちゃら言ってたのにさ、それが下の根も乾かるうちに G7 に来たのね。お前舐めとんのかって思うよね。で、岸田はこれと握手してこうふって笑ってんだよ。キモいっつーのみたいな。この間のタイムスチールもちょっと、あの時もちょっと凛しかったじゃねえか。そういう顔できんだから、そういう顔にしとけ、この野郎って思いましたよね。顔だけは。はい。ね。まあ、あの、まあ、サミットなんだから、G7 なんだから、まあ、でも起きるのはね、普通だと思うし、まあ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 、機動隊でも使いました。だからどうしたって話なんだよ。うん。いや、あの、行動の自由を、あの、活動の自由を邪魔してんじゃねえ、この野郎って言うかもしれないけど、お前、他国の用事来てんだから許すわけねえだろ、バカ野郎って話だと思うよ。国のメンツかかってんだから舐めてんのかって思うんだけどさ、その辺がどうもね、うん、いや、国のメンツの方が、個人の利益より、個人の権利よりも上だからね、正直言って。悪いけど、公共の駅の方が上だからね。はい、そこを履き替え違えないように、はい。中核の人たちだけじゃないですよ。はい。朝日とか共産とかね。社民とかね。はい。毎日とかね。はい。ね。いろんな人たち。はい。権利を主張するのは大いに結構です。私だって主張するときは主張します。だけど、それが、こう、否定されたからといって、切れたって、ろくなことありませんよ。はい。それが、理由がね、公共の利益にならないからとか、公共の利益のためだとか言われちゃうと、もうね、引き下がるしか基本的にないっていうのを、ちょっとさ、学習事情ね、おじいちゃんおばあちゃん、はい、あなた方の頭が硬いのは分かってるけど、ね、あの、お孫さんのためにはさ、お孫さんいるだろ、お孫さんのため、お孫さんにさ、こんな、あの、くだらない活動してさ、骨折したんだよって報告すんのかな、頼むぞ。はい、よろしく、あの、墓入る前のさ、今さ、こう、あと濁さずにさ、言っていただけると私は嬉しいと思います。はい、ありがとうございました。